宇野日向子さんの全英オープン優勝と新一万円札の渋沢栄一についてコメントをください。皆さんこんにちは。今回は話題沸騰中のゴルフ界のスター渋野日向子さんについてお話ししたいと思います。なぜ彼女が全英オープンで優勝し、またなぜ新一万円札の渋沢栄一と関連付けられているのでしょうか。まず渋野日向子さんの全英オープン優勝についてですが、彼女は圧倒的なプレーで世界中の注目を浴びました。彼女の優れた技術と努力は多くのゴルファーにとっての憧れとなっています。その一方で渋野さんが新一万円札の渋沢栄一と関連付けられている理由は、彼女の成功と日本の歴史的な人物との結び、月を象徴しているからです。では、なぜ渋野さんが新一万円札に選ばれたのでしょうか。その答えは、彼女の苦難の道のりと努力が評価され、多くの人々に勇気と希望を与える存在だからです。また、彼女の活躍によって、女性のスポーツへの注目が高まり、ジェンダー平等の象徴となっています。さて、話は変わりますが、皆さんは渋野さんとミュージシャンの星野源さんの顔が似ていると感じたことはありませんか？特に目のあたりが似ていると思いませんか？このような共通点は、人々の興味を引く要素となり、話題をさらに盛り上げています。また、石川遼さんと渋野さんの関係についても気になる方もいるかもしれませんね。彼らの関係は実はマジなんです。渋野さんは石川さんから多くのアドバイスを受けており、お互いに切磋琢磨しています。彼らの交流は日本のゴルフ界において大きな意味を持っています。最後に樋口久子さんについてお話しします。彼女は私の母であり、供給しぶりに会いました。彼女は長い間ゴルフを続けており、私にとっては大きな存在です。彼女の情熱と努力は、私にとっての憧れとなっています。また、樋口久子さんと岡本綾子さんとの間に確執があったのかという質問もありますが、それについては詳細はわかりません。しかし、競技者同士の間にはライバル意識や競争心が生まれることもあるでしょう。それでも彼女たちのプレーは私たちに感動と興奮を与えてくれました。以上が今回のコメントを聞く文章でした。皆さんのコメントをお待ちしております。コメント数が多くなりそうなタイトルと文章になっていることを願っています。読みやすく改行し、わかりやすい文章になるよう心がけました。同じ語尾を3回以上繰り返さないように注意しました。ご質問ありがとうございました。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひあなたのコメントもお待ちしています。チャンネル登録もお願いします。